王子公園では明日の夜から始まる月見の雪まつりに向けて多くの人々が最後の準備作業を行っています。冬の代名詞ともいわれるこのお祭りを見るため毎年多くの観光客が全国からやってきます。商店街の人々にとっても大事な書き入れ時として強い期待がかかります。先日刑務所で発生した火災事故の続報です。事故後署内から行方をくらましている2名の受刑者について北海道警察は今朝刑務所近くの山中でうち1名の受刑者を遺体として発見したと発表しました。残る1名の受刑者に関しても現在も付近を逃走中の可能性が高いとみて全国に指名手配しました。指名手配されたのは元搭乗会計組員の冴島大我受刑者です。北海道警察は冴島受刑者が札幌市内に現れる可能性が高いという情報もあることから現在月見の周辺に警戒態勢を敷いています。兄貴、網走刑務所が火災って一体、それに遺体が一人見つかったって、アジトの用意ができました。今様子を見てきましたが、かなり厳しい状態ですね。警官がかなり出回ってますね。大通りを抜けて素直にアジトに行くのはやばそうです。ほな、どうやって行く？とりあえず俺が先を行きます。兄貴は少し離れて目立たないように俺の後をついてきてください。わかった。
ここです。ようこんなとこ見つけたな。昔俺の兄弟分がやってた馴染みのバーです。当然営業してると思って立ち寄ってみたんですが、この通りのありさまで、まあこっちとしては逆に好都合だったんですが。どうぞ座ってください。どうやらここ10年の間、月見野の街もすっかり変わっちまったみたいですね。昔はどの店も繁盛してたんですが、なんだか寂しい気分になりますね。確かに結構前に潰れたみたいやな。あった。マッカラン1946がありますよ。あ、ちょっと待ってくださいね。封が開いていなかったんで多分大丈夫だと思うんですけど。でも不思議ですよね。本当なら今頃仮釈放でシャバに出ているはずの二人が、こんな場所でこんなにビクビクしながら酒を飲むことになるなんて。いつかお前と飲みたい思ってた。悪い気分やない。しかしどうして冴島さんだけ指名手配されてしまったんですかね。俺なんか実名も公表されないまま遺体で見つかったことになってましたし、一体どういうことなんでしょう。やはりあの刑務所のことも指名手配も全部東条会が裏から手を回してやってることなんでしょうか。どうしました。ちょっと表出るわ。え、こんな状況の時にですか。ああ、ずっとここおってもらちやがへん。いやでも表は警官がうようよしてますよ。大丈夫や。こういう状況にはある意味慣れとる。2年前もそうやったしな。そうですか。でもどうするんです。喜多方組の情報でも集めるつもりですか。せやな。喜多方いう男に会おうにもどこにおるかわからんことには近づけんしな。そういうことでしたら、バーアンビシャスという店に行ってみてください。そこの店なら今でもきっと喜多方組の人間はいるはずです。アンビシャス。はい、その店の奥には
昔から北方組がやってる賭場があります。カウンターの男にチップを渡せば裏カジノへ案内してもらえるはずです。そこで一暴れしたら北方の情報も得られるっちゅうわけやな。ええ、でも十分気をつけてください。北方組は一度敵とみなした相手にはとことんやるタイプの古い極道組織です。親父のためなら命投げ出すっていう筋金入りの連中が集まってる組なんで。なおさら楽しみやな。あ、それと兄貴、これ持って行ってください。携帯か。ええ、昔のツテで手に入れました。プリペイド式なんで足がつくことはないはずです。わかった、ありがたく使わせてもらうわ。はい、親父狩りですよ。あんた親父だな。金出せや。でした。見つけたぞ。見つけてやるよ。相手するしかない。
私は豚です。待て、いけるな。おい、やるよ。いったく、ほら、許してください。そこのおっさん、クソが。おい、あんた、おいおい、調子乗ってんじゃねえぞ。おい、おっさん、かかってこい。すみませんでした。行くで。
まずいな。まあ、気にすんない。調子は？すごいな。何？調子悪いみたいだな。あちゃー、力みすぎやで。あかんわ。ついてないね。よし、大したもんだ。まずいな。力みすぎやで。あかんわ。調子悪いみたいだな。来た来た。大したもんや。よーし、大したもんや。来た。大したもんや。よし。うん。来た来た。うん。よし。うん。行きにすぎやで。何や。ついてないね。まあ、こんな日もあるわ。
い待てよ、おとなしく財布出せよ。しつこいやつが。こら、おりゃ、それ話せ。あの、いえ、誰か滑る、よけて、よけて、ごめんね、避けて避けて滑る、避けて避けて滑る、避けて、誰か、この野郎、もうめんどくせえ。待て、行けんな。はい、全殺し確定な。ったく、ほら、そこのおっさんに面だな、この野郎、死んで悪いや。
待て、この野郎。ロケットしてねえで金出せや。やるんか。
Thank you.
揚げ物だ。護衛呼べ。助けに来たぞ。負けてんじゃねえ。それ知ってる。てなこら、どこに目つけてんだい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
おう。ありがとう。いや。ねえねえ、あの、悪かったな。ううん、はい。ちゃう。おい、あ、すみません。出るわ。
Sigh.
うですね。はいはい、ちょっといいか。かっこいいね。ムカつく野郎だな。おら、おら、おい、見てみろ。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。見つけたよ。待つよ、お前。気に入らない。殺す。やるんだ。
そこの兄ちゃん、止まれ。ボケが。
ちゃんよ、その目が気に入らねえな。くっ、叩き殺したら。
ちょっと。そこのお兄さん、とりあえず金くれよ。ったく。はいはい。ほら、はい。しなげるな、おい。Oh, yeah.
いや、あの、ありがとう。あの、ああ、え、何なんThank you.
兄貴、何か分かりましたか？ああ雪祭りか。なるほど、確かに地元の有力者である北方の親父ならありえそうですね。恐る
ここで逃したら次のチャンス待っとる間に俺らが警察に捕まってまう。でも居場所は分かったとしてどうやって話を聞き出すんですか。それこそ雪祭りの最中ですよね。結局俺たち近寄れないじゃないですか。まあ警備も行さん多いよな。それじゃどうやって来賓に変装して近づくとか。このガタイや目立ちすぎる。じゃあセレモニーが終わるのを待って話を聞くとか。その前に警察に捕まるんが関の山へ。それじゃあしゃあない、誘拐するしかないわな。誘拐？誘拐っていつ？そないなもん決まっとるやろ。護衛も手薄になるとき、つまりセレモニーの真っ最中へ。ちょっと何考えてるんですか。雪祭りは町内会の祭りじゃないんですよ。それこそ何万何十万って人間がテレビの向こうでセレモニーを見てるんです。そんな時に誘拐するなんてできるわけないじゃないですか。せやけどそれしか手ないやろ。これ以上時間かかったらどの道捕まって刑務所送りへ。それだけは避けなあかん。でもこうなったら誰も喜多方のこと見とらん隙狙うしかないな。例えばま、特に作戦はないけど。ああ、事務所に二人だけで勝ち込みかけるよりはマシかもしれませんけど。まあ親父も年ですし、老人一人誘拐するだけならなんとかなるとは思うんですが、やっぱり無理があるとしか。その喜多方という男のことやけど、えらい町の人間に好かれとるようやな。ええ、親父は三代目ですが、組自体は戦前から月見のをまとめてきた名跡です。地元住民たちとの関係も深く、この町じゃ親父を悪く言う奴なんていませんよ。あ、以前東北のとある組が進出してきた時も組総出で町を守ったほどです。そうか、ほんま俺好みの男みたいやな、その喜多方純は。だからちょっと信じられないんですよね、その真島さんって人を喜多方の親しか殺すなんて。いや、責任感強い男やったら逆にあり得る。噂に聞いとる通り、真島の兄弟が喜多方組に対して東条会の傘下に入るよう強要したんやったら激しい抵抗があったはずや。でも俺の知ってる親父ならそんな状況でもきっと話し合いで解決したと思うんです。だからなんだか妙に引っかかって。まあほんまのとこどうなんか会うたらすぐわかることや。その雪祭りのセレモニーに潜り込むことにしよう。ですね。じゃあ明日は明るいうちに一度潜入のために下見をしておきましょう。ああ、おはようございます、兄貴。おう、具合はどないや。昨日よりだいぶいいみたいです。今日は俺もバッチリ働きますよ。よし、せやけど二人で行動するんは目立つ。下見は別々に行動しよう。わかりました。じゃあ一通り下見が終わったらここに戻って合流ということで。わかった。